よしよし、今度はこの扉だね。それじゃあ前と同じようにドッカーン。ドッカーンはしたけど扉は壊れてないわね。あれどうして？もう一回ドッカーン。ダメみたいね。ほらこの扉、前のとは材質が違ってる。多分この爆弾じゃ威力不足なんでしょうね。別の方法を探さないと。そんな、ごめんねスティア。元はといえば私が原因だから。でも困ったわね。制御室に行かないと。本当に何が起こっても。別の方法、なんとか。リドルが光った！もしかして。リドル？アルケミリドルって言ってね、錬金術のことが浮かび上がってくる本なんだ。いつも困った時に私を助けてくれて、多分今度も。やっぱり新しい文章が浮かび上がってる。本当に親切な本だね、ルルアちゃん。で、今度は何て書いてあるんだい？どうしたの？まさかとんでもないことが書いてあったりして。いや、いつもと違って全然わからなくて。あら、今までこんなことなかったよね。はい、どうしちゃったんだろう。なあルルア、一旦引かないか。ここには魔物も出るし、ゆっくり解読もできないだろう。おお、それもそうだね。じゃあアトリエに帰ろっか。ごめんねスティア、私の力不足で。ううん、気にしないで。多分まだ大丈夫だから。まだね。